サイドストーリーオリマーの冒険再びデイ8はビッグフルーツカーニバル果実を集めようというミッション。大きな果実を運ぶにはたくさんのピクミンが必要じゃ。羽ピクミンは水面を移動できるが攻撃力は低い。それぞれの特徴をうまく活かすんじゃという社長のコメント。マップを見る限り再開の花園ですね。ほんでピクミンは羽と青だけ使用可能って感じかな。でフルーツが一つ一つ大きいんですよ。だからほんとかなりのピクミンが必要になるので、原生生物も回収してフルーツも回収してやることが多い今日もね、そのやることを今日もやりましょう。大変な一日になりそうやな。作業8日目。巨大な果実の反応がたくさんあるこの場所ならルイ君に食べられてしまった以上の収穫が見込めそうだ。これで社長の嫌味も聞かずに済むだろう。しかも微弱ではあるがドルフィン初号機のパーツの反応もあるようだ。全て回収して調べてみなければ。ただフルーツを回収するだけで終わる8日目かなと思ったらどうやら初号機の反応がある。重要な1日になるんやな。制限時間は15分とこれまでと比べても最長やぞ。倒した原生生物はピクミンを増やすのを使うんじゃ。しとるえ、そのつもりや言われなくてもね。毎回もう別に聞きたかないことだけ言ってきてくれるけどね。まあ、おちょ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 、ののチャッピーはいるんだけど、何最初いるの羽ピクミンだけ。羽ピクミンでチャッピーっていけんの？コチャッピーって。どんな感じで倒すの？こんな感じだよね。他のピクミンと違って一発では倒せないんで、なかなか手間やね。早いところ青を見つけておかないと。青いないとやっぱ原生生物倒すの結構厳しいんだよね。ルーイでしても変えて、あ、なるほどね。橋は繋がってないけど、ルーイではこっち側行けないわ。橋繋げないといけないわ、どっちにしろ。だからやっぱ最初のうちは羽でやらないとダメってことね。なるほど、大変そうやな。そもそも橋の素材どこあんねん。とりあえずこれは全部倒すけどね。まあ、普通に倒せるわ、全然問題はない。で、そこにもフルーツがあるのでね。一番このフルーツ回収ですから、原生生物はぶっちゃけ倒さんでもいいね。橋の素材は、どこですか？この壁の向こうに行くには。あ、なるほど、ここ、ルイで行かすんやな。だから、別々にならないとダメなんだ、どっちにしろ。おそらくそうでしょ。ロックオンして、なぜかロックオンが出るな。お、what？ どういうことじゃん？どっちの問題？俺の問題？お前の問題？いや、すべての問題。どっちにしろ行けへんやん、これ。どういうこと？何にもいけないよね。超えられるってわけじゃないし。あ、しまった。橋の素材周りなくない？ない以上は、積んでないこれ。あ、なるほど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 。頭、あ、いや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 、いけないよね。何がなるほどなんだよ。全然なるほどじゃない。何の問題解決もできてねえだろ。まあ、お前を倒して橋の、あ、ここや、見落としてた。そらよく見たらあるでしょ。普通に考えればね。これが橋の素材。で、そこ、そっち？あ、違うわ。なるほど、なるほど、なるほど。そこが段差だわ。橋の素材はやっぱあっち方面にあるんだよ。もっとピクミンいた方がいいなって。集めておかないと。申し訳ないね。これいきなり段取りをミスったんでね、大変なことになりそうですけど。まあまあ、時間はまだまだたんまりとあるんでね、15分もあるんでね。これまでいろいろとクリアしてきた俺からしたら十分ってほどでもないかな。ちょっと緊迫した状況になってる。早くもっと段取りよくやらないと、ほらほらほら進んでいってるよ。ちょっと考えればわかるんやけど、そのちょっと考える前に一回パニックになるのがピーマンという男なんです。どうしたらいいんだろうと。そのパニックは今日もありましたね。もっと必要やな。だからそのパニックになるのではなくて、ペレット回収を冷静にしておけばよかった。こんなことならね。いや、とりあえずこの数で行ってみよう。あ、でもこれ行ったら戻れないのか。戻れないから一応こっちに残しておいた方がいいな。こうやってね、行かないと。あ、でも戻るための素材もまたこっちにあるんじゃないですか、おそらく。この辺ね、見る限りね。ただ原生生物もおるし、大きめのチャッピーに関しては厳しくないか。羽ピクミンで倒した経験ないぞ、一回も。あ、そこあるわ、それ。オッケーオッケー、まずそれやな。はいはい、回収してどうぞ。ルーイ側でちょっと引っこ抜いたりしておかないとな。とにかく今こっちでやれることっていうのはもうペレット回収してピクミン増やすしかないんだけど、羽ピクミンばっか集まっていて全然青にたどり着けてないからな。あとそこにあるフルーツも回収できてないし、何もできてないよ。やばい、もう5分過ぎようとしてる。俺何やったこの5分間で。何もしてないから焦ってます、非常に。早く、もうとりあえず1個目回収しよう。1個回収しただけでは何もならないけどね。まだあっち側完成しないのか、どうなの。あー、よしよしよし、これで行き来は自由にできるようになったけど、できるようになっただけであって、そっち側にもフルーツあるな。とりあえずコチャッピーに関しては普通に倒せるから、はい、どうぞ。
何の害もない。にゃおんじゃねえ、カエルやろ、カエルなんて何なんすか。分からへん。でも鳴き声は猫やったね。もうおらへん。なんかおるなあそこ。あー蝶々か。何の問題もない。はい、これ回収。2つ目 OK。 でこっち側にはもうフルーツないから、はい、これこれこれも回収して、ちょっと数も増やしておこう。ただ羽ピクミンばっか増えてもちょっとほんとしゃあないんでね、いい加減青に出会わないと。戦う際は青の方が実戦向きというかね、羽ピクミンはどうしても力がないんでね、運ぶ際羽ピクミンは必要やけど、これくらいいたら十分だから、もういらへんのやけどなって言いながら集めるやつ。これで2つ目、どうしようどうしようどうしよう。次ね、どっちにしろ青ピクミンがいる場所に向かうためにはこっちから行かないことにはどうしようもないので、青に出会うまではまだだいぶ時間あるし、そこのチャッピーに関しても、まあ、寝てるので無理から倒す必要もないか。やばい、10分切るな。まあ、切ってもまだ10分あるってことを考えれば楽観的になれないって。やっぱりね、あかん、今回ちょっと段取りかなり悪いよ。何うんうなってんの、どこで何をうんうなってんだよ。俺はスルーや。そこのチャッピーはおそらく起きない。こいつは間抜けなチャッピーで、なかなか目を覚まさないチャッピーなんで、一回無視しとく。青を手に入れたら倒す。あ、オッケー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 。とりあえずそのまんま上げておいて。22機もいれば、数としては十分なんでね。あのチャッピーも起きて急に食い出さないでしょ。心配やけど、そこは大丈夫やと思う。で、ここにようやく青のあれがあるから反応が。まず青に出会いに行こう。わーで、これなんかギミックやらないとダメだけ？いやねそこ。これはまあストーリー中にもやったけど、そんな難しくはないかな。うわっ、ちょ、青がいると思ったらお前らもんのかい。とりあえずお前は倒す。いやで、お前も倒す。いやで、変にこれちょっと行くとバレる可能性あるな。そこのフルーツ回収も後ほどでは、まずはもういろいろと橋つなげたり、そっちを優先すべきや。え、めちゃくちゃおんのやけど。おい、ちょ、あかん、ないもう一回ここする、一回する。あかん、この数は相手にできないから。爆弾ないと無理でしょ。でこっち側に来ることができたから、まずそこの橋をつなげる。うん、やっぱここあったんやね。あっちで橋の素材探してた、あの時間が惜しいけど、もう車内はあの時間。で青ピクミンともとりあえず合流できたんだ。ここにもあるわ、かなりあるよ。でフルーツもかなりあるね。まあ、でもここをつなげたらやれることっていうのがかなり増えるんでね。そこなんかロブスター確実にいるから倒さないとな。その先メロンがあるんで。なんでそんな位置にお前いるんだっつったら、そういうゲームだからの一言よ。これで橋は、あー、OK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  で、ここのフルーツも回収することができる。ただ青の数が足りてないから、青をもうちょっと増やしておかないと。じゃないとあそこにいるチャッピーでも倒せない。爆弾見る限りこのステージなさそうなんだよな。まあ、ステージはこの先、でもここで行き止まりやからね。だからもうあとは、うん、フルーツ回収するだけですよ。それが難しいですけど、まあ、8分もあるんでね。まずは羽ピクミンにこの辺全部集めてもらいましょう。桃ケツ。でこれはなんか、みかん的なもの。あんま食ったことない、これ。デコポンじゃないかな。やっぱ羽ピクミンがね、もうこうやってわざわざ道を通らずとも上から行ってくれるって。でも大丈夫か。相当の重量あるんでね。落としたりしないの、あんまりなんか信頼できへんな、羽ピクミンはね。オッケー、フルーツは一つ。で、桃も来たかな。まあ、そうしてる間にも青の数を増やすためにそこペレット余ってるんで。で、どうしましょう。まずはそのオニオンを運んでもらって、引っこ抜いてちょっとでも数を増やして、この先にいるそこのでかいチャッピー倒して、そこにもフルーツがたくさんあるんで、そこも回収してやることはたくさんまだまだあるということ。ありすぎるということ。こんななくてもいいよこのゲーム。いろいろとプレイヤーになんか強いらしてくるけどね。もうちょっと冷静に平和的にやらせてもらわないと困るんだけどな。今9匹、うわ少ないな。いや、とりあえずそこのチャッピー邪魔やから倒しとくわ。あそこにもイチゴあるしね。ゴゴ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 。戦い向きじゃない、この2匹で戦って倒すのは、まあ、数さえいればどうにでもなる。やはりこいつが何かを隠し持ってたね。原生生物が持ってるパターンもあるから、やっぱりあの辺にいる、種類の違うチャッピーどもも倒さんとあかんわな。もう行ってどうぞ。じゃなくて。うんで行ってねえじゃん。で、そっち側に関しても行くことになるんだけど、これは、あれやな。そこから行けるかな。あ、足りてない数。お前か。これ一回行ったら戻れないっていうパターンかな。原生生物の反応もあるから。あー、いかん。ピクミンの数足りてないわ。やっぱ青もうちょっといないとな。羽だけではあのローン、なんかようわからんエビ、うまそうなプリプリのエビ倒すのも厳しいし、それ以外もそうやね。
にかく数が足りてない。早く。それと運んで早く数を増やす。すげえ顔しとるけどもな。もうそれに慣れたわ。別に今更チャッピー一匹に驚くような。そりゃそうでしょ。プレイ時間、ストーリー含めて20時間以上やっとんのやから。もうびっくりしないよ。特にリアクションはね。で、早く引っこ抜いて、ポン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 出てこい。10匹くらい増えたかな、一気に。赤とか岩ピクミン基本ね、このサイドストーリーにもいるんだけど、ここにはいないからさ、よりそれにもって難易度上がってるよね。ちょっと下るんだよ。19匹もいたらもうさすがにこれ十分だわ。何にしたってね。ちょっと なんでそこで詰まってんのよ。もうちょ腹立つな。そんなとこの詰まりおいらへんねん。来いや。詰まりやすいポイントかもしれへんけどね。詰まんじゃねえ、時間制限があるサイドストーリーの中で。ストーリー中もたくさんお前詰まっとったで。で、あとは、そこ、あ、でもそこ別に、あ、フルーツないから別に行く、あ、でも持ってる可能性もあるから行かないとダメなんだよ、結局はね。もうあっちこっちなんかいろいろと行ったり来たり忙しいわ。で、この辺もつぼみになってるよ。花かこれ。だいぶね、取ってなかったからね。これはエビでしょ、ちっちゃいエビでしょ。出てきた、お前程度であれば全然問題ない。あ、爆弾あるやん、そこ、盛り土地あるんで。イエス。え、ゴー、倒せ、リンチャー。あ、だいぶ食われるって、オーマイガー、おーい、ギリギリ間に合ったー、セーフー。ほんで、もう一匹いるんで、ちょっと爆弾は後で取るとして。早く、来い、カモン。はい、リンチ。一気に倒さないと戻んねん、その手間が惜しいやろ。オーケー、やっぱフルーツ隠し持ってたんで、どっちにしろ倒さないとな。これ、羽、もう原生生物は持って帰らんで。これさ、フルーツね、時間も限られてるし。で、そこの爆弾は青で。いや、もう全員いけ。羽もいけ。で、この爆弾を持ってあっち側に行って、なんでそれで原生生物退治して、フルーツ回収して終わり。あー、そしてなんかあのギミックもあったよな。あそこの画期的なものも取らないとダメなんで。やることまだまだある中、4分で全部、お、フルーツかい？思ってたものと違う。爆弾じゃないのね。爆弾だと思って期待してたんだけど、爆弾であってほしかったです。フルーツなんかよりもね。いらへんねん、逆にフルーツ。集めなあかんけどな。そういう目的ないんやけども、ここでは爆弾であってほしかった。そうじゃないのか。まあ一応最後も確認していくが、フルーツに関してはもうこっち側とそこにいる原生生物。あ、そこにもおる。あー、しまった。あかん、これ時間足りへんかもしれんな。初めて初見でクリアできない可能性が出てきた。さすがに。いつもなんだかんだ言いつつクリアできてるけどね。絵はもうこっち戻ることないから、この辺の羽ピクミンも連れて行って、で早く、でまずはそこにいるもんチャッピーを倒す。で、そこにいる青ピクミンも回収する。できてないからね。うわ、起きとるやんけ、お前。さっき寝とったよな。なんでもう目覚めとんの。お前寝てるか起きてるかで全然変わってくるわ、ここでのちょっと時間が。あっち向けや、とりあえず正面から行くの危険。あ、寝た。もう、息ゴゴ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 ゴ。多少の犠牲もしゃないやろ、この際。全然食らってないけどな。全然食らってない。お前のか食らってないよ。こんな食らわないもんなの。ちょ、食らわなさすぎじゃない。ちょ、お前らこういう来てよ。何立っとんねん。棒立ちやめろ。戦いに参加しろ、お前ら。よしよしよ、バーナナでけ。これ運ぶ時間も言うほどないんだよな。で、ここ引っこ抜いて、で、そこにいるやつも倒して、これも時間かかるぞ。まあでも倒せないことはないわ。あとはもう運搬、ああそうだ、ロエビもいるから、そのエビもやらないと。うわー、これちょっと間に合わないかもしれない。激辛や、激辛。でバナナ、このバナナでかいね。だからそういった意味でも、ほんとピクミンの数がかなり必要なんのよ、このミッションは。うっとうしいことね。で、そこに関しては、これ羽ピクミンで行けば普通に運んでくれるんじゃないの。ギミックなんかやる必要ある。あー、でも、あ、そのままいけるよね。いけるよね。問題ない。これ青ピクミンだとあの辺のギミックいろいろとやらないとダメなんだけど、必要はないので、もうあとは行くだけ。なんかバナナでけえ、持って運べる。それどっかで詰まったりしない。結構卑猥な光景だね。可愛いピクミンがこうやってバナナを運んでる。それは俺の感じ方、受け取り方の問題だよ。そこにいるロブスター、これでかい。うわ、でかいのだ。嘘、マジかよ。もうしゃあない、これ倒すしかない。後ろメロンがある。あと2分しかないからな。はよ攻撃せいや。お前何してんねん。よし。で、この後、はい、すぐ。よし。で、リンチ。これ、花のあれがいないから倒すのも時間かかるぞ。
あまあまあ、それでもそれでも一気にいけた、オッケー。おお、でけえでかすぎるわ。まずこれ青ピクミンで20必要やからな。で、羽でこれドラゴンフルーツ的なもの運んで。詰まるなよ、それ、エビ。エビこと持ってくんね。ちょっと利口にやれ。なんかめっちゃ詰まったろ、お前。もう時間ないのに。そこの詰まりおらへん。ちょっと待てよ、マップ確認すると、この先、え？ちょっと待って、これフルーツ、嘘でしょ？これもしか、あ、違うわ。びっくりした、これ、ただの岩だよ。岩に動揺すな。あ、でもそこの原生生物。あれ、でも蝶々だったよな。あ、蝶々がなんかフルーツ持ってるってパターンないでしょ？ないよね。いや、怖いからちょっと一応言っとくわ。もしかしたら最後のなんか一ピースあいつが持っててっていうパターンもあったりするかもしれない。こいつだよ。あと1分。あ、蜂蜜やわ。うん、問題なかった。だからあらかじめ倒しておけばよかったんだよね。他にも、あそこ、いや、そこやっぱなんか原生生物の反応あるよね。何がいいの？あ、まだそこやってんの？早く早く早く、もう1分切ってるんだから。なんやねん、そこにいる原生生物って。あ、これも蝶々や。うん、これも蜜しか出てこないから、もう今運んでるものを全部基地に持って帰ったら終わりやわ。早く30秒、やばい。プラチナクリアできるか？ちょっと詰まってる詰まってる、もっと利口に運べよ、お前。待つな待つな、もう次からええねん、入るねん、いっぱいになってええねん。メロンも早く運んで、最後なんかビワ的なもの運んで終わったー。うわー、ぶねー、残り19秒だぜ。いや、初めパニックになりすぎたのでだいぶ時間取って奪われて、結果こんな感じになっちゃいましたけど、初見でプラチナクリアはできたので一安心。いや、厳しいな、この羽と青の組み合わせ。赤とか岩がいないだけでここまで難易度跳ね上がるんやね。赤岩いたらもっと簡単にいけてたと思うけど。てかもう十分なほどのフルーツ集めたんだから、もうさすがにこの後のサイドストーリーはパーツ回収で終わろうや。もうそろそろサイドストーリーの終わりも近いと思うんだね。ではもうフルーツ回収は。読む日報。巨大な果実を大量に収穫することができた。しかし確かに反応があったのにもかかわらず、初号機のパーツは見つからなかった。コッパイ星人の植物学者ブリトニー、久々に聞いたな。彼女なら果実からパーツの反応が出ていた謎を解明できるかもしれない。無事に帰れたら彼女の見解を聞きたいものだ。帰れたらね。その帰れるかどうか今分かってないですから。結局何も進展はなかったんじゃない、ストーリー的なね。まあもちろんこの後サイドストーリーはまだ続いて、9日目突入ですね。またまた発見、二つ目のパーツ、あ、見つかったんやね。これから何か見つけるためまた原生生物を倒さないとダメなのかなって一人予想してたんですけど、どうやら違かったらしいですね。だから次回はまたこれパーツを目的地まで運ぶというミッションをやっていきたいと思います。